カレンダーがすごい好きで、テーブルに置いて、はい、こう眺めてんの結構好きなのよ。こいつにかけてくっていうと思うやつには言って、うん、言ってできなきゃもうしょうがないよね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。後半よろしくお願いします。お酒モードということで、ありがとうございます。はい、俺前半からお酒モードそうですね次の質問がですね、はい、時間配分とか時間の作り方、うん、まあ、なんだかんだこう社会に出るとみんな時間がないとかっていうのをまあよく口癖のように言ったりすると思うんですけど、まあ結局みんな24時間じゃないですか。結局それってプライオリティの問題だったりとかもすると思うんですけど、ただまあ洋介さんみたいにこう忙しいいろんな人と会わなきゃとか仕事があるとかっていう時に、自分の例えば別にその人のために時間を作るとかじゃなくても、例えば今であればゴルフを始めたいとかどうこうっていう時とかに、時間を作るの作り方みたいな、なんか気にしてることとかあります？俺ね、カレンダーがすごい好きで、カレンダーを外して、はい、テーブルに置いて、はい、こう眺めてんの結構好きなのよ。で、過ぎた日はこうやってバツ入れんのね、はい、スじゃなくてカックンって入れんの、はい、でそれ俺もうずっとそういう風にしてきて、まあ、過ぎた日のことはもう忘れていくというか、うんうんうん、まあもうないから、うんうん、あんま考えないんだけど、残ってるとこにまあ予定がバーッと書いてあるじゃん、はい、書いてあるのね、壁のやつに、まあ例えば東京前乗りとか、うんうん、で翌日ゴルフコンペ、うん、でこの日なんとかの撮影、うん、でこの日じゃあノースビレッジ撮影とか、それを上から見てるとすごい時間から逆に解放される感じがして、うわ俺は今週こんなこうなのかとかっていうより、なんかその時っていうのをこう俯瞰で眺めれてるっていう感じがすんのよ。ここでこれ持ってかなきゃなとかさ、うんうんうん、ここの撮影で自前だからこの服用意しなきゃとか、なんかそういうのはまあ携帯も使ってメモったりするんだけど、予定組むのすごい好きで、だから一月後から二月後ぐらいまでのゴルフの予定はもう入っちゃってんの。であと隙間ができんのはできんのでいいんだけど、はい、割とこう埋めたがりっていうか、うん、あここ空いてるわ、うんうんうん、ってなったら、あじゃあこれ入れようとか、うんうん、あじゃあ例えばだけど最近だったら、あ窓掃除の業者さん来てもらおうとか、うん、あこの日は神社行こうとか、うんまあ、割と一日の予定でいうとサクッと終わっちゃったりするんだけど、うんうんうん、で基本的にそんな忙しくないから、まあ、東京来てる時は忙しいんだけど、うんうんうん、大阪いる時って割と時間があるから、うんうんまあ、有名な言葉だとは思うけど、時間がない時間がないって言ってる人ほど何にもしなくて、うんうん、そういう人の時間は本当に早いって、うんうん、で、まあ、あれもやってこれもやってってこの間も久々に会った同窓生のさ、うん、同じ高校だったやつとみんなでコンペしたんだけど、はい、ゴルフので行き帰り千葉だったからそいつに迎え来てもらって東京のホテルから行ったんだけど、うん、まあ話してたらさ、まあバイタリティすごくてさ、まあ音楽やってる、ボルダリングやってる、自転車やってる、ゴルフも始めましたみたいな、でも仕事も忙しくてみたいな、ロンドン日帰りしたよみたいな、でもそういうやつってさ時間があるんだよね、はいはいはい、なんか忙しくて慌ただしく動いてるやつにほど時間は微笑んでるっていうか、うんうん、で何もやることないなとか言ってるとあっという間に一日終わっちゃってさ、うんうん、あれもう夜じゃんとかさ、あもうシャワー浴びて風呂入って寝なきゃとかさ、洋、うん、平が今最初に言った時間がみんなに平等っていうのは実は違うのかもなっていう気はする、はいはい、一応24時間ですとはなってるけど、うん、フィールが違うから、うんうん、体感、うん、だからよくね大社長とかでショートスリーパーでさ、うん、2時間しか寝ないけどもうずっと夜も仕事のこと考えて仕事してますみたいな人とかは、うん、めちゃくちゃ時間あるんだろうなと思って、うん、逆に孫正義さんがゴルフめっちゃうまいんだって、で全然時間ないさそうじゃん、うん、
寝る前にうまいゴルファーのスイングっていうのを必ず毎晩見るようにして寝てたの。へー。やっぱそれでどん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 上手くなってって、へー、1年で100切って今もうパープレーとかで回ってるっていう。すごいっすね。言ってんの。でもゴルフ場に行く時間なんか大してないと思うんだよ、うんうん、練習場とかも入れれてもまあ多少、うんうん、多分俺の方が時間あると思う、ゴルフやってる時間は、うん、だけど時間の使い方がうまいっていうか、うん、有意義に使うっていうのを知ってるんだろうなと思って、うんうん、もしかしたらその俯瞰してみるっていうのはなんかこう直近で例えば明日2つ3つ予定があるってなると、わ明日あれもあれもあれもあるわって思うとすごい忙しいっていうとこしか見えないじゃないですか、うん、多分カレンダーで俯瞰してみると、あ全然この時間もこの時間も空いてるっていうふうに見えるのかもしれないですね、うんうん、そうだね。そしたらじゃあここにもこれ入れれるし何入れようかなっていう意味でワクワクできるのかもしれない、ね、うんうんうん、そうかもしれない。だから俺月のカレンダーが好き、一月の週のじゃなくて、はい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 、ブロックになってるやつ、はいはい、日月火水木金土、はい、で数字が、うんうん、ではスペースがあるカレンダーをずっと使ってるんだけど、うん、でそこに書き込んでて、うん、なんかそれがすごいね落ち着くし、昔からそうなんだけど、うん、好きなことを仕事にするっていうテーマで、仕事がつまらない、つまらない仕事は我慢するべき してでもやるべきですか。いや俺はやめるけど、ね、そうなんですよ、うん、だからさっきの話につながるよね、うん、前半の、うん、なんかやりたいことをやることの方が、我慢して10年頑張ったことよりも俺は大事だと思うから、ただそこに踏み出せるかどうかの勇気だけっていうか、でも一歩踏み出したら本当に世界変わるから、それをしたものしか分かんないけど、した人は絶対実体験として持ってることじゃん、この一歩っていう。その一歩あえてなんか一言かけるとしたら何なんですかね。あとは言っても怖いっていう、なんか俺はあれだったな、でもレゲエのなんでレゲエやんのみたいな、うん、大丈夫みたいな、うん、そこに山があるから登りますとかじゃないって、うん、その山登んないともう道ないって、うん、あそこまで自分を追い込むというか、うん、確信持つこと、うん、で踏み出さざるを得ないし、うんうん、なんだろう、他にだってチョイスがないんだもん、うん、森永さんがちょうどその勝負をしてる人間っていうのは別に成功したいんじゃなくて、成功しなければ後がない、うんうん、それだけだっていうふうに言ってて、うんうん、なるほど確かになっていう、うん、あともったいないよねって思っちゃう、うん、せっかくこの一方通行のさ、もう片道切符のチケットしか持ってなくて、はい、行けるとこまで行ってみろって言われてて、はい、でいや町内でいいのみたいなせめて隣の駅ぐらい行ったらみたいな、うんうんうん、ちょうど魚滝さんが面白いこと言って、うん、その帰るのを諦めれば倍進めるぜって言ってて、うんうん、いいねいいね確かにっていう感じですよね。あともう帰り道なんかねえよっていうね、うん、なくしてしまえば確かに倍進めるわけですもんね、うん、その燃料、うん、まあ、たまにね振り返って、うん、あんなことあったなとかなんかあのところも楽しかったけど今も楽しいなってなるために振り返ったりすることはあるけど、うん、はい、あの決して戻りたいとか、うんうんうん、そういうのじゃないから、うんうん、もうだからその辺ってある意味変に思い込みで信じ抜くっていうか、うん、もう今が一番いいっていう、これも借り物の言葉だけど今日が一番若いじゃん、うん、これからの自分、そうそうそう、もう時間はこれから先にしか流れないからって思った時に今日が一番若いっていうのはやっぱ80になってもそうだし、若い頃はこうだったなんて今言ってるわけにはいかないってことですよね、うん、今が一番若いです、今が一番若い、確かに今しかないし、まあでもそれ意識してないでその生き方できてんのって感じだけどねでもやっぱそう考えるとみんな戻れないことが怖いでしょうね。例えばコロナとかも、うん、いつか元に戻るはずってみんな思っていて、うんうんうん、こうでもまあ元には絶対戻んないじゃないですか、うん、でもいつか戻るはずって信じて多分頑張ってる人とか多いと思うんですけど、起業するとかもこんだけ借金して勝負してダメだったらまたじゃあ今に戻れるんだったら勝負するけど、でも借金っていうものによって元に戻れないかもしれないっていう
その何千万って借金を背負った自分しかそこにはいないかもしれないと思うとみんな多分怖くなっちゃうんだと思うんですよね、うん、戻れるのそれその道っていう、うん、ビジネス的なあれかもしれないですけどサボる部下っていうところで目を離すとサボる部下がいます。怒ってばかりの自分も嫌です。何かいい方法はありますか。まあ、部下に限らず、まあ、チームで何かをやるときそうだね。やっぱ工事が最初さ仕事しだした頃さ、はい、1週間2週間とか俺と会わないとやっぱ結構ほげちゃっててで割と言ってたことが多かったんだ。なんだけど今はもうないの。だからやっぱこいつにかけていくっていうこいつと一緒にやっていくんだと思うやつには言って、うん、言ってできなきゃもうしょうがないよね。あの諦めるんじゃなくてもう一緒にやんなきゃいいと思うから、うんうん、さらに自分の上司がいてもうそいつを使って雇っていくしかないんだって言うんだったら、うん、まあ俺だったら一回上司と話して、うん、あれはないわって、うんうん、まあ、もちろん先にこいつと話してるけど、うん、で上司と話してほんでどうするって、まあ、3人で話してもいいけど、うん、愚痴言ってるだけじゃしょうがないから、うんうんうん、まずちゃんと伝える、うん、コミュニケーションしてみるっていうのはやっぱ大事だよね、うん、で、あ、思い込みだったとかもあるじゃん、うん、そうですね、とかよりそのことによって分かり合えて、うん、すごくいいパートナーシップになりましたとかさ、うんうん、もあるだろうし。でも人を育てるとかって全然そんな簡単なことじゃないんだなってもう毎度毎度思い知らされるというか、まあモチベーションを管理するっていうのもおこがましいっていうぐらいこう、まあその瞬間的にはねこっちが喋ってる手前そういうふうになってくれてもじゃあ数ヶ月後どうかつってそこまで根本的に変えるって本当難しいことだなと思って、まあそういう意味では今陽介さんが言われたみたいにそれでダメだったらもうやる相手を変えるっていう、うんうんうん、もう個性特性になっちゃうからね、うん、だからなんかいいところにさっき適材適所じゃないけど、うんうんうん、あのねデザインもできるしって言って結果こうなってるわけじゃん、うんうんうん、とかっていう感じで見極めて、うん、使う方だったら、うんうん、その見極めて置くっていうことがまず一番大事だよね、うん、あとはもうそいつのモチベーションと才能っていうかさ、うんうんがどう開花するかって、ただやっぱ信じてやるっていうのはなんかあの大事な要素かなとは思う。まずうちも素人集団だけどある意味ね。そうなんですか。まあでも5年ぐらいになるから割ともう慣れてきて、で2人の例えば悟と浩二のとまあ理恵ちゃんってジムの子がいるけど、はい、そのそれぞれの特性があるから、うん、で最初はみんな団子で1個同じことやってたけど、はい、今はもうそれぞれの役割があるから、うんうん、それは見極めてこれとこれとこれは悟りやって、うん、これとこれとこれは工事やって、うん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 、でそういうもうこの仕分けして今に至るとすごいスムーズだし、うんうん、あのやっぱそこで伸び伸びしてくれるから、うん、得意だからからまあそういうふうになるよね。なる、うん、結果その人たちがベストメンバーだったっていうぐらいになる、うん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 、確かに結果残ってる人がベストメンバーっていうのはありますよね。この人と思ってた人が辞めてったりとかなんやとひっくるめて、うんうん、でも結果意外なところがベストメンバーとして残るっていうのは、うん、うちとかはもう本当そう。だからなんか学歴さっきのさ前半にもあったけどなんか学歴がどうのとかさ、はいはい、本当そういうんじゃないし、うん、そうですね、うん、特にこのマネジメントっていう仕事はそのタレントだったりその役者を本当にまず好きでいてくれてるっていうのは変えないし教えられないしそうです、ね、っていうところの土台があってからの仕事の話になるから、うんうん、例えば東大出ててとかハーバード出ててとか分かんないけどもうめちゃくちゃ業界の経歴あって、うん、もう俺のこと好きじゃないかったらできないんだもん、うん、そうですね、許容はできないですよね、うん、うん、確かに、そうそうそうですね。窪塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに。紆余曲折、上下左右、急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、窪
窪塚洋介の人生攻略本、2024年1月12日全国書店 Amazon にて発売。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.